はい、皆さんこんにちは。レク専任講師の佐々木宏美と申します。本日は2018年、司法書士試験の、今現在だと筆記試験の、合格者という形になりますが、一発合格者のインタビューということで、まあ、私の方から根掘り葉掘り、どんなふうに勉強したのか、一日のスケジュールはとか、ちょっとテキスト見せてとかということで、ちょっといろいろね、あれこれ聞いていきたいなと思っておりますけれども、まずちょっとね、簡単に自己紹介ということで、ご自身の勉強環境を例えば社会人だったとか専業だったとかっていうところと、あとまあそうですね、まあ、お名前、お名刺して、お答えくださいということで、そのまま去ってもいいです。藤木と申します。私は、通学は横浜の方でさせてもらっていて、佐々木先生にはウェブでお世話になってました。社会人受験生です。よろしくお願いします。あと法律学習経験の有無も含めて、法律学習経験はゼロでした。もう工学部出身の完全技術畑だったんで、はい、以上です。はい、池袋で、新15ヶ月合格コース春制の通学クラスに通っていました川村と申します。私も法律学習経験はなくって、学習状況については、3月までは一応兼業で、 4、5、6 の直前期は専業受験生という形で勉強をしてました。本日はよろしくお願いします。同じく池袋にて、新15ヶ月合格コース春制で受講していました梅山と申します。私はほぼ1年を専業で受験していまして、法律の学習状況につきましては、もともと法学部出身で、もともといろいろ興味があったの行政書士の資格などは取得していました。本日はよろしくお願いします。で、まあ、お三方とも、新15ヶ月合格コース受講されて、一発合格されたというところで、まあ、その後一発合格、まあ、もちろんね、楽なことばかりではない、というところではあるんですが、じゃあその勉強だとか、まあ、特にですね、受験勉強を始めてみるとお分かりだと思うんですが、初めて学習する時期とで、まあ、徐々に、やっぱ学習量って上げていかなきゃいけないんですが、そういった意味において、まあ、勉強時間も含めていろいろ突っ込んでいくこうかなと思いますが、まずそうですね、一発合格を果たされる方はもう皆さん漏れなく、きっちり復習をするというところではあるんですが、じゃあ、そうですね、復習具体的に、まあ、例えば秋制であれば週2コマペースで講義が配信されていて、で、春制の方であれば基本的には週3コマペースで講義を受けていくというところになりますが、その講義の復習の仕方だったりだとか、で、まあ、そのあたりでご自身で、まあ、こうやってました、で、特に自分が工夫したことはこうですよというものがあれば教えてください。では藤木さん。私は、まあ、横浜で通学だったんですけど、その、まあ、意識してたのはそのウェブの方がちょっと先行して、授業が進んでたんで、まあ、そこのウェブのペースに合わせてまず勉強しようっていうのは意識してました。で、まあ、復習の方法としては、まあ、基本的には、先生がマークされたところの読み直しをして、で、あとはその択一合格ゾーンですね、それを解いてっていうのを繰り返しですかね。はい、私よく講義の中でテキストに書いてあること、じゃあ全部やらなくていいよと、まあ、よく出るところはチェックで、しっかりものにしてほしいところはチェックで、むしろいらないところはカットという形で、バッサリ切っていくんですが、じゃあそのチェックの箇所とカットの箇所、まあ、チェック箇所は多分相当やったと思うんですね。そうですね。カットの箇所もやりました。その過去問で解いてて気になったシーンに関しては、そのマークされてないところでも読み直すようにはしました。それ以外はほとんど見てない。普段の復習の時にカットって言われたところも、でもとか思いながら、いや、そこはもう一切見てないです。そういうことはやらない。もう過去問解いて気になってテキスト戻ってみた時に、あーって戻った、これ関連の話かって確認するぐらい、はい、それぐらいですね。はい、わ、はい、かりました、はい、では岡本さん。はい、私は予習は一切途中からはもう時間的にできなくなってしまったので、生講義がまず本番、いきなり本番という形だったんですけれど、まずはもう復習の前にまず生講義を集中してとにかく聞くで、復習の際のためにその生講義の最中に
先生のメモを取るのももちろんなんですけれど、先生の説明の中で生講義の途中でちょっともう一度説明を聞き直したいなというところがあったときには、その時間ですね、講義始まってから経った時間をそのブレイクスルーの端の方にちょっとメモしておいて、復習の際に、欠席ウェブフォローという動画の配信のサービスがあるんですけれど、それを見るときは全部を見直すのではなくて、そこだけ分からなかった説明の箇所だけ見直すようにして、なるべくそういう動画を再度見るっていうことには時間をかけないようにして、テキストを読み込むことに時間をかけて、とにかくその時間をかけて読み込むっていうところで復習をしっかりしていました。よく読み込む、その読み込むって言ってもよく聞かれるのが、でも読んだところでなんか字面は追ってるんですけど頭に入ってる気がしないんですとよく言われますが、その読み込んでる時にそういった感覚に陥るのを防ぐために何かコツってあります？口には出さないんですけど、なんか頭の中で実際に喋ってるイメージで読むっていう感じですかね。私の方は専業だったので時間はかなり豊富にありましたので、これはちょっと復習ではないんですけれども、必ず事前にウェブで配信されている先生の対象の講義を見てから生講義を受けるということを意識してやっていました。で、講義を受けた後にはもうなるべくその日のうちに、もう講義終わったの10時とかだったんですけども、できるだけその日のうちに一度もう速読でもざっと、講義内容をその日のうちに読み込んで、短期間のうちに同じ内容をできるだけ繰り返して、目に触れて頭に入れられるようにそれを意識していました。このレックの新15ヶ月合格コースって春生と秋生とあって、で特に春生の方とかであれば先行でも秋生の方が配信されているので、それが事前に見られると、あと牛木さんのように例えば池袋だともう収録の元なので、生に出てきちゃうともうそれが見られないというところでは、もう後日しか見られないというところではありますが、例えばその、地方だとかの通学だと事前にウェブにアップしている私とかの講義が見られて、というところではありますが、じゃあその事前にウェブを見るパターン2人ね、事前にウェブを見るケースだとかなり前にウェブを見終わって生に出たのか、で確か生に出てない時もありましたね、で出られる時には出たで、じゃあそのかなり前に見たやつを本ちゃん生でウェブで見たの本ちゃんの生で見るのか、でもしくはそこのタイムラグって意外に少なかったのか、どっちでした？私は結構タイムラグがありました。もう先に一気にウェブバーって見ちゃって。そうですね、ウェブが確か10月下旬ぐらいに全部終わって、横浜のは3月末までだったんで、結局その分のズレですね。でも一通り生ウェブ見終わって、ウェブの配信が終わって行ける時になって、そうですね、全部復習が終わってで通学再開した。じゃあ2回しみたいな後半部分は。そうですね、2回し3回しぐらいですかね。では宮山さんどうです？私の方も民法のところまでは、まだ馴染みもあったということでどんどんと進めてしまって、かなりタイムラグがある状態で授業を受けていたんですが、ほとんど触ったことなかった不登法をの授業に入り始めてタイムラグが空くようになってくると、全く1回目に見た内容が頭に入ってないとか覚えていないということに気がつき始めて、だんだんその講義対象講義のある前日までには見るようにっていうような形で、タイムラグを空けないように見るようになっていきました。じゃあもう短期間で2回転みたいな感じですか？そうですね。では割と講義の受け方三者三様なんですが、そうですね、環境も三方とも違うところではありますが、ではですね、講義と英語ちょっと今日いろいろ教材とか私事前のリクエストで、こんだけやったぞどやみたいな教材を持ってきてちょうだいというリクエストをしたんですが、例えばそうですね、じゃあちょっとですね、お一人ずついいです？じゃあ藤木さんからで、そのままマイクとともにで、じゃあちょっと私自分でペラペラやる、じゃあブレイクスルーテキストから
どれからいい？あ、じゃあまずノートから。ノートから、はい。じゃあ、私のクラスの講義ノート、結構いい感じにボロボロな感じではありますが、なんか破れたこれですね。これちょっと、まあ、これが、その最初私横浜のスケジュール見た時3月末で、うん、僕の頭でその3月末に全部終わって、そこで戦える力が身についてるかどうか自信持てなくって、で迷ってた時にそのウェブ の授業を知って、うんうん、でただウェブで本当に自分が力つくのかっていうのはちょっと迷いがあったんで、うんうん、でその時にこのノート、先生が作っていただいたノートで、まあ、このノートがあればその 初学者でもちょっとなんとかなりそうだなと思ったんで、うん、これをなんかこう自分のいいきっかけになったっていうのと、はいはいはい、あとずっとここを大事にして読んでたんで一応持ってきました。なんで一番よく読んだんで愛着がある、なんかこれ破れた、破れまくって補強した感じ、はい、補強してですね、はい、ちょっと画像だと見づらいかな、多分破れた感じの補強だと思うんですが、そうですね、でもうなんかちょっと今私めくってるとバラバラ壊れてきそうなんですが、まあそうですね、割と私の講義の中ではブレイクスルーテキストに加えて、ちょっとなんかね、ここ文章だけだと分かりづらいよとかっていうところに関してはプラスアルファの、講義ノートという、まあ、比較的具体例多く用いたようなものをプラスアルファとして提供していくというところになりますけれども、まあそうですね、であと、まあ、講義ノートで、まあ、きっかけで、まあ、割と、まあ、理解は民法なんかはすごく大事ではありますよね。そうですね。はい。そこをしっかり理解を深めていったと、はい、こういうところですね。あとは、であとは、うん、会社法ですかね。会社法、まあ、これが頑張った証、はい、まあね、皆さんね、がっつり勉強していくと会社法の、まあ、これブレイクスルーテキストに限らずブレイクスルーテキストとかばらけてくるんですよ。まあ、ばらけてパカッと割れて、もうそのページからなんかバラバラページがめくれ始めると、あ、私めっちゃ勉強してるみたいな証ではあるんですが、まあ、割とこのあたりも補強してますね。そうですね、うん、会社法、商途法が多分今皆さんやられてるんですね。空き生の方だと今商途法ですね、多分一番今しんどい時だと思うんですけど、うん、これが、まあ、この時しんどかったんですけど頑張ったおかげで、うん、結局最後は会社法、商途法ってすごい自分を助けてくれる武器になったんで、うん、なんで、まあ、大変だったよっていうところと、うん、まあ、やれば すごく、定着しやすいっていうんですかね、うん、自分の武器につながりやすい大事な、うん、テキストだったなっていうので持ってきました。この付箋は、でこれがいっぱい付箋が貼ってあるの何、ちょっと最後にやったのはこれは超直前、最後の1週間で見るべきところにちょっと長めのやつを付箋して、うん、最後の1週間はもうここだけ絞って見直すっていう感じで、あ、これはなんか自分の弱点だったり、ちょっとここは気になるからしっかり把握しとこうみたいなところを、はい、この二重丸みたいな、そうですね、横の付箋は何ですか。横の付箋はその勉強してた時にチェックしておいた方が良さそうな、ひな形とかもちょっと合わせてチェックしたりはしたんですけど、あ、はいはいはい、まあ、そういう横は復習時にちょっともう一回後で見た方がいいなとかと思ったところに印つけてたやつですね、うんうんうん、あ、はい、はい、あと過去問ですか。はい、そうですね、で、まあ、過去問、まあ、不当法、民法不当法が私苦手で最後まで苦しんだんですけど、まあ、大体回数的には、うん、過去問何回ぐらい解きました。これ上巻ですよね、上巻ってスロースタートですよね、そう、不当法の上巻で6回とか7回とか、あ、でも30、20丸ついても卒業の問題もあれば、そうですね、なんでまちまちで卒業するまで回したって感じですね、うん、で古いやつっていうのも全然解いてない。解いてないです、うん、もう最大で15年ですかね。はい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 、もう言われた範囲を絞ってやってました。はい、そうですね、割と私過去問解くときには解説読むときにもただざっと読んでるだけで頭入ってこないので、キーワードだとか大事なところって色つけながら解きなさいと。で、それも二重三重に色がついてるところっていうのは、多分しかもこのあの足ってバツバツとかついてますよね。そうですね、多分そこにいっぱい何度も引っかかったみたいな、はい、何回も間違えたところですね、うん、はい、でさらっと解けたイの足なんかっていうのはほとんどあんまり色がついてないみたいな状況 で、丸がついてる。最初はこう
いろいろ長い範囲、広い範囲をマークする結果になったんですけど、だんだん、うん、もうこれがポイントだよというとこ絞って絞られてきたっていう感じですね。はい、うん、ではそうですね、では続きまして、では次河村さん、あのどうやってください。ありがとう。いいよ、あの、まあ、ざさっとちょっとじゃ あのブレイクスルーとか重複しているところはちょっとあのすごいんですよ。いや、あの、うん、あの本試験の順位って何位でしたっけ、これ言っちゃっていいやつ、はい、うん、本試験の順位95位、あの2桁、一発で 2桁合格っていうのはなかなかないことなんですが、で、で、まあ、割とね、もうとにかく、午前29、午後30で、記述に関しても今年基準点37点だったんですが 54.5 点と70点満点です。で、結構ずっと、まあ、割と波なく、ハイレベルのスコア取れてると。こういう感じではあったんですが、まあ、じゃあ例えばブレイクするから、あのわ パカッて出てくるページがやっぱりあの書き込みがいっぱいあるページっていうのはあパカッとでええわ、そうですね、うん、で、あの、うん、で、あの割となんかその理由付けだったりとか、なんか私多分ここのページってそんなに言うほど喋ってないと思うんですよね。あ、そうですね、うん、そこは多分普通に自分の過去問解いて戻って書いたりとか復習で読み込みしてる時とか、うん、あとなんか当初読んだ時はそんなに書き込んでなくって、あとあと読み込みをなんかまたしてる時になんか新しい気づきがあったりとかして、なんか自分で腑に落ちるところとかあって、そこをまあ一応またさらに後日忘れないようにメモとして書き残しておくとかですね。あの、あ、募集株式の発行あたりっていうのは結構がっつり、そうですね、あの書き込みがあったりだとか、はい、あな感じですが、この付箋は何ですか。あ、付箋はそんな大した意味はなくて、うん、紫色は一応ちょっと後から見たいなみたいな、こういうなんか図表だったりで後からちょっと見るかなっていうようなところにチェックしてあるので、赤とか紫以外のは単に講義の進度を示してるだけなので、そんなに深い意味はないです。はい、で、あの、じゃあそのちょっと他の、例えばどれにしますか、過去問で、あの過去問だとかに関しても、あの例えば、まあ、これあの過去問はあの彼女の場合はもうバラしちゃったんです ね、 そうですね、あの、そうですね、合格ゾーンって一冊じゃなくてバラして、で、あのこの場合、まあ、割とそうですね、すごいね、最初から二重丸がもう全部二重丸、うん、いやで、あの、でこれあの何丸があったりすると悔しくてもう枠いっぱい解いたみたいな感じですか。あ、なんかもう基本的に私これ初めは普通に科目ごとに解いてたんですけど、うん、インプット講義中は、うん、これは直前期のなんか直前期仕様にもう組み替えてあって、あ、毎日、はいはい、例えば民法とかは毎日触れるように、うん、毎日10何問とかですかね、15問とかずつで、各科目何問ずつとかで1日、トータルで50問ずつぐらいとかですかね、それをなんか、うん、2週間で一回し、全科目一回しするぐらいのペースで全部組み直してて、それの一つを持ってきたんですけど、東方と、あ、じゃあそのワンセットを何冊、これが何冊かある感じ。あ、そうです、そうです、で、あの直前期に、あの、あ、じゃあ今日この一冊とか、あ、そうです、もうとにかくそれを何も考えずに回すって、なので普通に丸がもう3つついたから卒業とかではなくて、うん、もう普通にもう基礎知識の確認がてら、うん、別に丸の数には関係なく、もうとりあえずこれを毎日回すっていう感じで、はい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 、民法は毎日とか、不登法は2日に1回とかで分けて、うん、過去問は直前期はずっととにかくそれを回してましたね。直前期って、あの、まあ、よくその2週間ワンサイクルとか、まあ、当連ペースに合わせてとかやっていくんですが、あのそういったものも、例えば問題だけで済むものもあれば、はい、テキストにものによっては戻ったこともあった。基本的にはそうですね。あと私の場合は初めのインプット中に過去問とか解いたりとかしてて、はい、で、まあ、これはちょっとあんまりないんですけど、なんかこういうこの辺のメモとかちょっと見えますかね、うん、
これをなんかあらかじめ割ともう時間の余裕になるときに書き込んでおいて関連知識とかそういったものを、で直前期はなるだけテキストに戻らないようにここで一応なんかその関連知識とかももし入れられるようにしておいて、でもそれでもちょっとなんかあまり忘れ、ちょっとここじゃ補いきれないぐらいの忘れがあるときは戻ったり、あ、そうですね、テキストのページももうそれ最初に1週目とか2週目ぐらいで解いてる段階で、まだその頃って本編やったばっかりで、どのあたりのテキストのどのあたりにやったかっていうのがもう覚えられてるので、結構探すの楽ですけど、後々になってくるとこれ、ね、どっかに載ってたけどどこだっけとかってなりがちなので、そういうことに後から陥らないようにそれはあらかじめ準備しておきましたね。はい。で、あのこれこの記述がすごいんですよ。あのこれ記述でですね、このリッチなノートで、あのそれ何って聞いたら、あの私今日初めて見たんですが、あのうん。であのこれ記述 の、まあ、あの問題といったときに、あのそうですね、あのほったらかし宿題あのここでやったあその宿題、あの生クラスの宿題、的なところ で、あの、まあ、生クラスのちょっと特別なあプログラムみたいなもの でそこで、宿題があって、で、その解いたやつので、あのこれノートの方に自分の書いた紙を貼って、間違えたこうじゃないよみたいなものが、結構、ツッコミで書いてある感じですね。そうですね、うん、このノートに貼ってあるのは基本的にもう教室、私当連とか模試は全部教室で受けてたんですけど、教室で受けたやつをあの回収の方が来ると思うんですけど、その前にもう先にコンビニにちょっと降りてコピーをさせてもらって、でそれをもう当日とか翌日にはこういったノートに形にして復習をするっていう感じですね。間違ったところに結構自分ツッコミがいっぱいある感じ、ね、ちょっと本当恥ずかしいミスとかも結構あったりするんで、すごいね、ひな形ミスとこの間さっき見た時どれだっけな、あの巻き戻し構成で大事故を起こしたって書いてある。そうですね、ごっそり、まあ、間違った感じ。そうですね、これは本当18点とかで、ですね、こう枠ずれでもう本当それでやっちゃったのもありますし、あのなんかその大事なところというのは、まあ、こうやって書き出すことによって、書くことでまた自分の注意喚起にもなるし、そうですね、でそれ、まあ、これをまた改めて読み直していくときに、そうです、私あの模試の待ち時間とかはこれとりあえず持ってって見てました、これすごいですね、あのはいですね、あの、事故ったところっていうのはもう大事故、そうですね、本当結構しょうもないミスとかもあるんですけど、でも結構ハイレベルのいい点数ずっと取ってましたよね。そうで、やっぱ結構波はありましたね。ファイナルとかも初回は不登法18点とかで、かと思ったら2回目は 32.5 点とかで、本当なんか結構、マイページってあの講座終わると見られなくなるので、あのあとあと、まあ、あの皆さん、ね、本試験終わった後、後からちょっと、まあ、振り返りたいという時にはもうマイページ、9月末まで、なんかプリントアウトをしとくといいと思うんですが、まあ、あのそうすると、自分の弱点だとか、まあ、特にレックのこの、ね、成績診断というのは分野別の、正答率、あと、まあ、自分がトータルで、この分野苦手だよというのも後でデータとして出てくるので、そういった意味ではあのかなり、直前期にその危険度だとか あなたこう要注意みたいな、あのものはあの後々見て取れるようになって、データ分析はもう勝手に向こうでしてくれる、みたいなところにはなっているんですが、で、そうですね、もしずっと S 判定だったら、あの一発合格者って結構2パターンあって、あの最初からもう割とそのハイレベルでぶっちぎりで良い点数の人と、あとあの最後にグイッと上げていく方とあって、まああのどっちかっていうともうあのずっとまあ比較的安定的に安心してまあちょっと過ごせるような点数ではあった。そうですね、そうでしたね、はい、でじゃあちょっともうここあのいらっしゃるついでに、じゃあどのぐらい勉強時間やったかとか、これなんかすごい、あこれは直前期のスケジュールで、なんかすごいですよこれも、直前期は結構右端の方に書いてるんですけど、
2は目標、個人的な目標にしてて、まあ、達成できなかった日もあるんですけど、直前期はもう完全宣言になってる状態。そうですね、うん、特に6月は本当12時間を目標にしてて、まあ、時間は全てではないと思うんですけど、うん、あの6月の1、2、3、4ってもスケジュールね。で、あのこの今日やるべきことっていうのを、あ、これはなんか予定は、そうですね、予定は書かなくてやったやつを書いてました、うん、やったこと、はい、でこの色分けは何ですか。あのブレイクスルーって遊び紙っていうんですかね、うん、開いたところって色紙が挟んであると思うんですけど、 あれ科目ごとに結構違ったりするんです、はい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 、あれで塗り分けてます。それでなんかパッと見でなんか触れてない、最近触れてない科目ってなんだろうっていうのが見た目でなんとなく分かるようにしてて、素晴らしい。でトータル の1日の勉強時間をつけると、はい、あのみんな気になる超直前期6月の勉強時間、一番多い時でこれ正味の勉強時間ですか。そうですね、一番多いので、うん、14があった気がするんですけど、あ、これかな、うん、14時間興味の勉強時間マックス14時間、13分、14時間13分、はい、で全然勉強しなかった日、でもこのなんとこの 2時間、あ、もしとか、もしの時間除いて、あ、それは入れてないんで、はい、そうですね、もしの時間除いて、あの1日公開、公開もしの日ってもう1日フルで、朝9時半から夕方4時までもしなんですが、まあ、その日でも、まあ、最低2時間4分はもうそのもしの復習だとか、そうですね、終わった後、はい、だから実質、まあ、もしに例えばそこで5時間かかってますから、あの5時間プラスの時間というところです。で、そうですね、これもずっとつけてた感じですか。いや、これはもう4、5、6月専業の4、5、6月の3ヶ月だけですね、うん、この表は。憲法の条文？あ、それはそうです、あの統治分野だけ、あ、はい、あ、もう条文をまるっと丸暗記しようみたいな感じですか、ね、それはなんかちょっとあんまりそんながっつり勉強する気が起きないときに眺めて、うん、一応なんかやってるっていう自己満足を得る、はい、あとはまあそうですね、ちょっとせっかく持ってきてもらったんでちょっとざざっと紹介がてら、あのこれは解き直しですね、これはあの記述の解き直しにおいて、あの解いたやつをもう自分で後からババッと見られるようにもうファイリングしてるみたいな。そうです、ね、あのすごいなと思う。私もあの解いた端からどっか行っちゃったみたいな、私の受験生の時はね。なんか見直したりはそんなしないんですけど、なんか量を見て、あ、こんだけやったんだっていう自己満足ですけど、これも閉じて、あ、こんだけやったんだってもう振り返って、あ、もうだから私大丈夫というところ。あ、そうです、そうです。中身をそんな見直して検討とかはこれに関してはそんなしてないんですけど、うん、うん、あの割と私淡々と勉強していくイメージ、まあ、あの個別には、ね、定期カウンセリングみたいな形にしてましたけど、割といつも淡々と、あ、なんか困ったことあるって言ったら、あの、まあ、割とカウンセリングとかでも世間話をして終わることも多かったりは、あ、それも結構ありましたね、うんうん、あのなんか受験生の時になんかメンタル管理とかコツってあります？割となんかその波がなく、あのあんまり辛い苦しいっていうのも、まあ、あのきついっていうのはね、直前期とか話はしましたけど、なんかメンタルのその割と平穏にコツコツ淡々と過ごせるようなコツっていうのは腹くくったみたいな感じ、まあ、それもありますけど、私の場合はとりあえず、まあ、さっきのその憲法の統治分野の条文眺める自己満足っていうのもそうですけど、あと過去問の裁断したりとか、うん、何かしら全く無関係じゃないことをやって、うん、まあ、なんかやってるから大丈夫みたいな感じの、うん、ちょっとそういう感じで気を紛らわせてやる気が出るまで、うん、でもやる気が出たらもうとりあえずあとはまあやるかやるときにブワーってやって、そうですね、そんなにやる気のないときでもなんかしらちょっと勉強からつかず離れずみたいな。そうですね、なんかそこであんま、私そんなもともとテレビをだらっと見る方ではないんですけど、ドラマとか普通に結構見たりしてたんで、まあ、見たいなと思うときもあったりはしたんですけど、うん、まあ、でもそのたった2時間でっていうので、なんかもしこれで落ちたらどうしようっていうのもありましたし、まあ、だったらそんな余計なリスクを負ってまでよりは、まあ、なんか勉強しとくかぐらいの、今後1年勉強したいかこの1時間ドラマ見るかって考えたら、ね、いやドラマ我慢だろって。そうですね、はい、はい、あの素晴らしい。では梅山さんお願いします。ちょっとちなみに、あのちょっと梅山さんも準備できるまでに、あの、はい、藤木さん その前回やった時の勉強時間マックス18時間というのが、はい、結構皆さんの反響を呼んだようでですね、私皆さんに、あの受験生の方にはですね、まあ、マックスどんだけ勉強できるかで、あのやっぱ直前期は皆さんね、
ね、川村さん14時間、で、まあ、直前期ってみんなもうとりあえず1日フルで頑張ってどんだけの勉強時間できるかというところで、まあ、チャレンジしてみるんですが、過去に以前ね、一発1位で受かった方が、もう死ぬほど勉強してみなさいと言って、死ねしないからと言ったら、1日20時間フルで、正味の時間で勉強したと。で、まあ、その話をして、まあね、20を目標に、頑張ってみた、はい、で結果正味の勉強時間18時間だった。そうですね、18時間弱ぐらいですね、うん、で、はい、なので、まあ、その18弱、じゃあ、直前期はもうできるだけその休みの日っていうのはその時間、そうですね、なのでゴールデンウィーク明けから本番まで休みの日はそのスケジュールでした、うん、例えば、まあ、土日休みだったりすると、はい、まあ、どっちか通れん、あ、はい、うん、とかが入ったり、あ、そうですね、その時はそうですね、その時は、その時は当連以外の時間、はい、で、例えば土曜日とか当連だと、はい、次日曜日にもう朝から晩まで、そうですね、うん、はい、はい、でちょっと1日のタイムスケジュールは後から全員にお伺いするとして、では質問前、どれからがいい、じゃあこれ、はい、では合格ゾーン、みんなが嫌がる上官ですね、不動産投機の上官みんな不動産投機の上官、みんなが苦労するとこなんですよこれ。で、じゃあ不動産投機の上官、で、パッと開いたとこでも、ま、そうですね、×丸、×丸丸丸丸、直前期に、まあ、20丸つくようになったよねとこういうとこではありますが、で、比較的最初から丸がつくものもあれば、まあ、×からなんか、ね、伸びてってるとかで、まあ、彼女も同じ感じですね、最初から、まあ、全部にビャって色つけるんじゃなくて、で、まあ、割とスルッとできたところに関しては多分そんなに色もつけてないと、ね、原因構成と移転分別々に取られると、吸収されませんみたいな、あとなんかね、自分なりのメモというのは、比較的書いてあったりだとかしますけど、そうですね、結構上巻で1回目のでもこんだけ解いたっていうのは結構多い方だとは思うんですが、ただこれもやっぱり過去問なんかも、不動産登記は過去15年分、20年分ぐらいと、不動産登記はちょっと苦手の意識が多かったので、苦手なとこはもう25年分を何回回したでしょう、うん、問題によっては10回くらい解いたものもありますし、うん、まあ、5、6回平均くらいでは解きました、うん、はい、で、とても大事な視点を教えてくれる問題、なんか自分とってためになったな、でも罰がいっぱいついてる問題な感じで、そうですね、もういっぱい解いたものだともう枠いっぱいみたいな感じではありますが、では商業登記のブレイクスルーですが、ね、みんな大好き種類株主総会で、その種類株主総会以降自分でまとめたんですかね、会社法の305ページのその種類株主総会決議、会社法の知識を今度商業登記に持っていかなきゃいけないので、それをもうここにもうまとめてビャって書いちゃった感じで、普通決議特別決議に分けて、でこれは書きながら覚えるっていう効果もやっぱりあった感じですか。そうですね、それも狙ってやったのもありますし、やっぱり毎回会社法のテキストを持ってできて確認するっていうのも結構非効率だなっていうのもありますし、まあ、この商業登記法のテキストの中にももちろんこの株式の話が出てくるので、ここに書いておくと効率的かなと思いまして、まあ、そういった形で他のテキストにもそのようなページを設けたり、いくつか大事な図表っていうのは別のテキストのところに書き写したりっていうようなことは工夫してやっていました、はい、で割とその商業登記だとか、まあ、このあたり見出しとかついてる感じではありますが、結構、まあ、これもやっぱパクッと分かれてて、まあ、割れてたりしますよね、そうですね、
較的、まあ、もうそのまま私が講義で言った書き込みも含めて、結構やったところと、普通にスルーしたところと、まあ、メリハリがついて、テキストやってるなというイメージはありますけれども、じゃあそのブレイクスルーの例えば読み込みだとかっていうのを何か工夫したこととかあります？ね、まあ、正直商業登記法は読み込みというよりかはもうテキストに載っている書式をひたすら書き出すっていうことに注力をしたっていうようなところがありまして、どちらかというとその実態法の会社法であったりですとか、まあ、民法ですとか、まあ、そういったところは、まあ、特に会社法はすごい苦労したんですけども、もうできる限りも 1回の講義でも多分5、6回読んで分かんなかった時とか普通にありますし、まあ、ただただそのやっぱ慣れるっていうことによって頭に入ってくることもかなり多くあると思うので、もうできるだけ短期間のうちに多く触れて、もう1回頭に入れてしまえば抜けるのもなかなか遅くなってくるっていうのを会社法では実感していたので、まあ、ちょっと科目によって読み込みの回数というのは、まあ、自分の実感に合わせて変えてはいました。割と、まあ、会社法だとかっていうのは特に、まあ、初めての方にとってみても、もしくは、ね、行政書士で会社をやったことあるよという方、もしくは大学で会社をやったことあるよという方でも、やっぱ司法書試験レベルの会社法になると一発で聞いて全部一回で処理できるとは限らないですよね。皆さんそうでしたよね。一回で聞いてスルッと理解できる、ほう会社法楽しいみたいな人がいたら、まあ、お目にかかりたいぐらいなとこではあるんですが、ただそれも一回で分かんなくても何回かやっていけば必ずものになるっていうのはもう経験で、いちいちへこんだりはしなかった。もうまあもう一回読もうっていうような感じですか、ね、はい。ではこれ生クラスの方にお配りしている、まあ、復習部屋の、まあ、問題集みたいなものなんですが、これは何か頑張って解いた感じ、そうですね、復習部屋の問題集、割とそうですね、生クラスとかだったりすると、こういったプラスアルファの問題集だとかっていうのをちょっとお出したりはするんですが、比較的これも、ちょいちょい、まあ、過去問ほどではないけれども繰り返し解いたみたいな感じではありますね。でそうですね、まあ、割とその復習部屋の問題に関して言うと、まあ、生クラスの方だけにごめん申し訳ないになっちゃうんですが、そういった復習部屋の問題全部解きました。私の場合は全部、まあ、時間もあったんで解きました。ただ闇雲に繰り返してもちょっと仕方がないんで、ちょっとそこも表に一応分野を書いて、うん、あとその合格ゾーンと同じようにいつ解いてどういう結果だったかっていうのをまあ記録するようにして、で直前期にやりたい分野のすぐ探せるように、追ってあるのがですね、もう一回解きたいな。そうですね、なんでまあちょっとテキストそのまま使っているとちょっと分かりづらい部分をそれなりにさっさと探し出せるように情報を入れるようにしてます。まあ、特に一発合格される方って直前期 そのどれやったらいいか、まあ、それの下準備が直前期前にはもう済んでるみたいな、その過去問何度も解いておいて、あと直前期にこの問題解こうというのもそうですね。でちょっともうついでにお二方ともじゃあその問題集、提供した問題集、復習部の問題集なり、それ全部解いたかどうか。はい、私もいただいたものは全部解きました。はい、私は民法の時はまだ民法しかやってない状態だったので民法は解いてたんですけれど、不登法が始まってからは自分の苦手な分野とかちょっと過去問で指定された分野だと問題数が少ない時に補強する感じで部分的に使ってました。はい、まあまあ私も復習部屋の問題まあ、時間がないんだったらまず過去問の方がしっかり解きなさいということを言うんですけれども、まあ、そこはご自身で強弱をつける必要があるのかなというところではあります。では続きまして、講義と並行して解く書式ベーシック、書式ベーシックどのぐらい解けばいいのかというところで解いた履歴をつけなさいと私言ってるんですが、そうですね、だいたい、4回は解いてますね。で罰が多いものに関してはね、6回予定をしてたのかな、6回以上終わらずに、7回8回みたいな感じで
で、結構その、ね、出来具合を二重丸丸三角×と、あと解いた日付、書きなさいというところで、その解いた日付と相当間隔が空くとまとめて解いたりだとかな感じですかね。そうですね。あと丸をつけた問題はもういいかなっていう合格で丸つけてるんですけど、うん、最後の方まで結構不安な書式っていうのが残っていて、それがオレンジの線になるんですけど、うん、そういったものはもう後でまとめて直前にも一通り目を通したり、うん、そうですね、丸々書いたりするとすごく時間がかかるんで、解き原因とピックアップして書いたりっていうのを実施するようにしていました。はい、では私結構これ好きなんですが、先ほど川村さん、しっかりなんか、ね、一覧表になってましたが、もうなんか近所のどっかでもらってきたカレンダーにやったこととやったことを、模試の点数だとかっていうのも、普通のすごいね、この模試の点数34、32で、彼女も、結構ぶっちぎりでずっと良かった点数のイメージなんですが、で刑法を読み込んでみたいな、刑法を読み込みが必要なのだったのこの時多分そうだったんで、でさらにもう一度ちょっと、ここは会社名とか書いてあるので、普通のどっかの会社のカレンダーなのでちょっと隠しますが、この問題はこの時やろうとか、やるべきこと。そうですね、なんか毎日このすごく汚くてあれなんですけど、予定表に、初めこれ全部1週間ごとに予定を書いていって、やれたことに丸をするっていう形で進めてたんですけども、毎日見ていたので気になる問題の番号もそこに書いておけば忘れずにやるだろうっていうことで書き込みをしたり、あとは予定もそこに合わせて書いておけば忘れないだろうっていうのでちょっと関係ないことも書いたりとか普通にしてたんですけど、そうですね、講座、講座多分それは根本先生の講座を一回直前期の、プラスで取ったやつ、取材予想総まとめかなんか、割と私皆さんにお勧めするんですが、そういったものですね。はい、でこれすごいね、公正登記ができるのはってでっかく書いてありますが、ケアレスミスが命取りで、割とその自分的にもう覚えきれないところっていうの最後これ書いて覚える感じですか。そうですね、初めは自分の苦手 な、なんか覚えにくいところをまとめるノートとして使っていたんですけど もう最後の方は間違ったものを書いたりとか注意しなくちゃいけないものっていうのをもう科目ごちゃ混ぜにして書くようなノートに変わっていて、後ろの方はちょっとまた関係ないことも書いてあるんであれなんですけど、問題解く紙がなかったらこれも使ったりもしてましたし、別になんか特に後ろの方はもうその自分のような、はい、でそうですね邪魔してごめん、勉強中私が自習室にずかずか入ってって、これちょっとレジュメあげるって持ってったやつですね。はい、一応覚えなくちゃいけないこととかが書いてあるので、だってこのサイズだと電車の中でも暇な時に見やすいので、それで隙間時間の勉強道具として作ってました。はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっと1日のタイムスケジュールを普段の勉強時期、特に直前期、だいたい12月ぐらいまでと、あと1月から3月、そして最後直前期の勉強時間、ね、特に仕事してる人、ね、あと休みの人に分けて、朝何時に起きて、トータル何時間ぐらいでっていうのは、平均で、ね、ざっくりとでいいんですが、ちょっとそのあたりを教えてもらっていいですか。12月ぐらいまでは平日は、定時が5時半なんで6時ぐらいに家帰って、で、私ちょっとその頃仕事が忙しくて定時間内にちょっと、休む時間がちょっとあんまり取れなかったんで 6時ぐらいに食事して7時ぐらいまでちょっと仮眠をして、でそこから
12時ぐらいなんで5時間ぐらいですねをやってるのが平日ですね。で休日が近所に、まあ自習室がある地区センターがあって、それが9時に開くん で、はい、で9時から夜9時までやってて、なんでそこから9時から始めて、休み時間はお昼1時間で6時から7時がまた夕方で休ん で、あとは12時ぐらいまでやってたんで12、3時間くらいですかね、はいはい、でそこからだんだん時間が、あとは夜に、終わる時間が伸びてどん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 、はい、あともうちょっとあともうちょっとって増えていく感じ増えていった感じで、でその最後の超直前期は、その朝6時半に起きて出社前に1時間勉強して、でお昼はちょっと会社で昼寝をして、で、6時半から、2時半までですか、で間でお風呂と、お風呂ぐらいですかね、あとまあトイレぐらいで勉強してたって感じですね。なんで9時間弱ぐらいになるんですかね、足すと。じゃあ直前、超直前期、はい、まあ、それも仕事しながら、まあ、じゃあ睡眠時間的には布団で寝る時間は3時間半とか。そうですね、3時間半から4時間でプラス昼寝とか。昼寝、そうですね、夕方ちょっと寝たりとか。なので超直前期は、ちょっと、表現悪いんですけど、仕事をちょっと手を抜くというか、まあ、そう、でもそうなりますよね、一発で。ちょっと申し訳ないんですけど、うん、その2ヶ月間は、うんうん、その昼休みに休ませてもらって、昼休みに寝て夕方寝るのをやめました。あ、はいはいはい、いや、でも結構昼寝って割とやってる方多くて、私も受験生の時、私も社会人受験生だったんですが、割とその昼寝、会社のなんかね、会社会議室だとかで、ちょっとなんかね、毎日寝たりだとか、で なんかしら、あと割と私の場合は、そうですね、勉強中うとうとし始めるともう机で寝る、できるだけ寝にくい姿勢で寝るとか、まあね、布団に入っちゃうともう朝まで寝ちゃうので、っていうところで、まあ、割と結構ガツガツ、途中眠くなったりはしませんでした。昼寝してると大丈夫でしたね。それもなんか自力で開発した感じ。そう、探り探り。あ、いろんな失敗しながら。そうですね、もう僕戦えないんですよ、眠気と。勝てないんで。勝てない勝負はしない。ああ、かっこいいですね。その眠気と戦わないギリギリのラインを詰めてったら、いろいろ失敗しながらこのサイクル、夜は3時間半から4時間寝て昼寝すればギリギリ大丈夫な時間だったっていう感じですね、うん、はい、では川村さんどうでした、仕事の日ってどのぐらい。仕事の日は朝起きてからのなんかちょっとスケジュール。私は3月まで兼業だったっていうふうにさっき言ったんですけど、途中で、まず最初は普通に週5の正社員だったんですけど、途中からバイトに切り替えさせてもらって、週3日出勤、週2日出勤っていうふうにだんだん減らしていって、フェードアウトするみたいな感じだったんですけど、でその週5日の時はさすがに仕事のある日も3、4時間帰ってから 3、4時間とかやってたんですけど、週3日とか2日になってからは逆に仕事の日はちょっともう仕事の日をなんか息抜きじゃないですけど、そんな無理してしないようにして、私その頃からちょうど10時半に寝て朝4時半に起きるっていう風に切り替えたので、仕事の日はもう開き直ってそんな勉強しなくても、大してほとんど 1、2時間とかしかできなくても気にしないようにして、逆に休みの日、仕事が休みの日にもう基本的に勉強っていう感じで、朝4時半に起きて、そこからずっと6時とかぐらいまでですかね。私なんか夜あんまりちょっと勉強が気が乗らないたちだったんで、まあ、朝4時半ぐらいから始めて、まあ、疲れたら5分10分休憩を取るっていう感じでやって、夕方6時ぐらいまでやって、それでまあ10時間から12時間とか行くっていう感じだったので、そういう感じでやってましたね、はい、で直前期は3ヶ月間仕事完全にお休みいただいてたので、毎日その一応4時半に起きて10時半に寝るっていう生活の中で、まあ、同じように朝起きてから、まあ、疲れたら5分10分休憩取るで、まあ、夕方6時7時とかぐらいに一応切り上げて、まあ、あとは早めに寝てしまうっていう感じで過ごしてました。宮本さんは専業、スタートから最後まで専業な感じ、はい、
だったので、一応12月まではアルバイトをしていたんですけど、それでも週2とかのレベルだったの で、まあ、毎日本当に勉強を続けている中で、私はあまり我慢強い人たちではなかったので、まあ、あの基本的には12月から直前期までだいたい平均したら9時間から10時間正味で勉強をしていた形になるんですけども、まあ、私はどちらかというと夜型だったので、まあ、朝は7時8時くらいに起きまして、まあ、9時から10時に始めて、まあ、12時までまず頑張ると。それでまあ昼ご飯を食べまして、で、まあ、1時から4時までまたあのもうなるべく携帯に触らないで頑張るってことをした後に、まあ、必ず4時から6時は何もしないということを心がけていて、その間にもう好きな何でしょう、曲を聴くですとか犬の散歩をするですとかネットをちょっと見てみるですとか、そういったことをして、あの1日の中で、まあ、少しはあの自分を甘やかす時間を作るようにしていました。でまた夕食が終わったら大体もう8時から1時くらいまでですね、勉強しっかりして、まあ、6時間から7時間ですね。あんまり私も寝ないと全く頭が回らない方のタイプだったので、睡眠時間をしっかりとるようにして、まあ、あのただ勉強しない日っていうのは作らないようにして、そのリズムを保つようにしていました。はい、ではあの今ねちょっとスマホだとかネットの話出てきましたが、やっぱりあの受験勉強してると特にウェブとかで講義見ようとするとネット立ち上げたり、まあ、あのスマホ触るとあのもうちょっとなんかどっか寄るとあっという間に、ね、30分とか、経っちゃうじゃないですか。そのネットスマホ、まあ、あの SNS も含めてなんかそのあたり意識してたことってあります？あのなんかもう別にあえてあのそのものは頼らないとか、もうあえて見ないようにしたとか。そうですね、私あんまりそんな SNS とか普段もともとやんないんで、うんうん、そんなになんでもともと携帯を触る習慣がなかったんで、そこで時間取られるっていうことはなかったんですけど、ただまあ、勉強ばっかりしてるんで、うん、世間の話題に置いていかれるんで、でね、朝起きたらヤフーニュースだけチェックしてとりあえず会社で話題に困らないようにその家出る前に、うん、その昼休みの話題にそのついていけるようには使ってたぐらいですかね、うん、あ、はいはいはい、私もそんな SNS とかをがっつり日頃からしてる方ではないので、まあ、特にそんなもうスマホをいじりたくてしょうがないみたいなことになったことはないですかね。多分どちらかというと一番 SNS をいじってたのは私だと思うんですけど、ただ、まあ、専業あのバイトから途中専業ってなるとあの割とその、まあ、本当に孤独との戦いもあったりすると思うんですが。そうですね、 なのでやはり友人とかに話しかけたくなるので、まあ、LINE を送るなどでそういうのを求めてしまうんですけど、ただそれをやっていると1回で 3,4 分飛ぶっていうのが、その先生に勉強した正味の時間を細かくつけるように指示をもらった時にやってみたことですごい気がついて、そこからちょっと LINE の音ですとかあの何でしょう、メッセージが来た時にだいたい振動したりするんですけど、うんうん、そういうの全部あると気がつくんでそれ全部切りまして、あの気づかないようにで、かつ、家が、まあ、一戸建てなんですけど携帯を別の階に置いて見ないようにするっていう、近くにあると見ちゃうんですよね、工夫をしてで、まあ、見ていいって自分で決めた時間になるべく触るように、夕方のまったりタイムとかそういう時にまとめて、はい、してました。はい、ではあのちょっとね、先ほど岡村さんの直前期の成績だとかありましたが、あの、まあ、先ほどね一発合格者のタイプの成績としてもうあの最初からずっとぶっちぎりで安定的に良い方と、あとあの比較的最後直前期にわっと右肩上がりで伸びていくタイプの方がいらして、で、あのなので、まあ、あの、あんまりね波があるっていうのは あんまりいいことではないというか、あのその波があるっていうのは万が一その他人の時が本試験来ちゃうと
あの合格狙えないというところにもなりますから、あの比較的あのしっかり、まあ、要は土台基礎を築くということは必要になってくるんですが、あの成績私あのもうドラマのような成績だと思う、しきさん思うんで、あの直前聞いたとかどうでした成績って。あ 直前あの直前最初からでもいいですよ。あ、うん、最初はもうひどいもんでした。 安定して悪かったですね。安定して悪かったあのっレックのトーレンとかだったりすると、まあ、あの ABCDE とこういう判定があって、はい、A が一番いいやつ、 E が残念でしたっていう感じ、はい、何でした、どのあたり。でその時はそれも見てなかったんですけど、うん、見返したらでも C でしたかね。C、うん、ずっと全部 C でした。全部 C、はい、あ、じゃあめちゃめちゃ悪いわけでもなく、じゃあまあ基礎力だとか講義の復習はある程度できてるけど、比較的会社法と商途法が安定して点取れてたんで、多分それで救われてたんだと思うんですけど、じゃあ苦手な科目がもう圧倒的に民法と不登法でしたね、うん、はい。で民法不登法なんかはあの点数は良くなく、良くなかったですね。それどうやって上げていきました。もうひたすら勉強でしたね。もうそれ勉強も読み込みタイプの勉強と問題演習タイプの勉強だと思うんですが、はい、どっちを重視しました。まあ最初は読み込みメインで、まあ、7-3 ぐらいでやって、で後半は、まあ、逆になっていく感じですかね。演習して、まあまあ、超直前期なんかはしっかり問題の数をいっぱい解かなきゃいけないと。そうですね、うん、でその演習の仕方をちょっとまあ工夫したっていうか、その、まあ、横浜の先生がよく言われたんですけど、その足で問われている、まあ、何の要件が問われてて、まあ、その何の要件が満たさないから罰なのか丸なのかとか、何の効果が間違ってるから丸なのか罰なのか、そういうその要件効果っていうところ、トレーニング、そうですね。なんでその足っていろいろカモフラージュされてるじゃないですか、うんうんうん、なんかそれをこうなんか剥ぎ取って芯を、これが間違ってて、じゃあこれの要件効果は何かっていう、そこにこうフィードバックしていくしていくようにこの意識して問題を解くっていうのが後半はメインでしたね。記述はどうでした。記述は、いっぱいミスしましたねあの記述はじゃあ、好きでした。あ、大好きでした。大好きでした、はい。でもう最初からそんなもういい点なんか初学者なんで取れるとは思ってなくって、で、まあ、本番でミスしないためにトーレンでミス積み重ねればいいやと思ってたんで、なんでそのミスしたらそのミスを、まあ、そんなこんな綺麗な形にまとまってないですけどルーズリーフに書き出して対策を書いて次に生かすっていうのを意識してやってました。だから不登法はもう本当にありとあらゆるミスをしましたね、うんうん、まあ、結局本番でも同じミスしたんですけど、はい、そうなんでそういう意識で言ってたんで、そんなに点数悪くても別にへこむこともなくって、うん、まあ、次に行かせばいいやって、むしろこの本試験じゃなくてよかったみたいな、まあ、学べてよかったっていう感じで意識してますね、はい。割と記述って間違いノートを作ると直前期なんかいいんですが、その記述の間違いノートっていうのは間違ったところを書き出してみて、で、それがもう結局それが弱点が詰まったところになりますので、まあ、私もそれは受験生の時やってたんですが、まあ、割とそれがきれいにまとまったのがその、ね、あのカタログのようなやつで、大体何かしら書いたやつ、はい、そうですね、はい。でじゃあまあ、点数先ほど川村さんお伺いしたので、梅山さんって点数だとかその苦手記述だとかなんかその策っていうのがあれば。私も別に、うん、あまり波がある方ではなく、ただ指してものすごくいいというわけでもなく、まあ最後の公開模試に向けて、まあ、徐々に上げていくことができたっていうような成績だったとは思うんですけども、私が一番おそらく苦手にしていたのは不動産登記の記述で、まあ、10月くらいから始まる、科目名なんでしたかね、記述解放のが10回あるんですけど、うん、初めのうちはあまり書式でも難しくないのが出てくるんで結構余裕なんじゃないとかって思いながらニコニコ解いてたら、後半の回数になった時に多分何度か打ちのめされたことがあって、それこそ一桁の点取ったこともあると思いますし、
なんかもうその度にすごい先生に申し訳ありませんって感じで泣きついてたんですけども、その気遣い法だけではなくて、公開模試の2回目とかでもちょっと分野的にマイナーなところが出て、その時2点を取ったんですよ、5月の末に。でそれを35点中2点2点を取ってへこむね。それはさすがにまずいなっていうのは思いまして、まあそれで、まあ、先ほどもお見せしたような感じで、もう基礎からちょっと書式をもう一回確認した方がいいって思って、その度にベーシックにちょっと戻ってみたりっていうようなので、もう苦手なところはもう基礎をまず固めて、もう完全に安心できる状態にしないとちょっと模試にも挑めないなっていうような感じで、苦手を少しずつ減らしていってました。で、まあ、3人とも本試験終わってみて、まあね、個別にご報告いただいて、いけるなと、こういう、まあ、いけんじゃないと、記述だとかもね、いけんじゃないと私は思ってたんですが、じゃあなんでこの本試験でそこでしっかりでしかもね、別にギリギリ合格でもなく、ちゃんとしっかり余裕を持って合格点取れたか、自己分析するとどうだった、 なんでだと思います。まあ、僕はやっぱりマイナー科目をちゃんとやったことが大きかったかなと思います。そのおかげで択一である程度貯金ができたんで、まあ記述はちょっとミスしてギリギリの基準点少し多いぐらいだったんですけど、まあ、その択一のその貯金のおかげで合格できたと思ってるんで、そこが分かれ目だったかなと思ってます。はい、私は択一に関しては、過去問ですね、やっぱり過去問をとにかくやるっていうことですね。あと私は、先生答例ファイナル編と公開模試については一応受けた後に今復習すると思うんですけど、その復習さらにし終わった後の問題を、最後その直前期の問題演習の素材に組み込んでいて、そこで出た問題はこれを本試験で出て間違えたらすごい後悔すると思ったので、絶対落とさないようにっていうふうに心がけてやってました。で記述に関しては、そうですね、私直前に本当に結構もう6月入ってからだと思うんですけど、初めてそこで記述の過去問を買って解いてやったんですよ。で今思ったらそれすごい良かったなと思って、実際今年の本試験でも択一記述の過去問で出たのと同じような形式の出題ありましたし、記述の過去問で択一と比べてなんかそんな重視されてないと思うんですけど、でも一度直前期に一度はやっておいた方がいいかなと思います。おおよそ川村さんと同じような形になるんですけれども、私もやっぱり択一はまず過去問を極めたもの勝ちかなというの気がしていて、やっぱり確かに問題として一つ一つ難しいは難しいんですけども、ものすごくひねった問題っていうのは少ないというふうに自分自身感じていて、基礎の部分が固まっていれば太刀打ちできるものが多分合格基準点内には全部収まっているはずなので、なんでまず過去問をしっかり解き切って安定して丸がつくような形まで持っていけたのが一番良かったんじゃないかなというふうに感じています。と記述については、実は私も記述の過去問を直前に買いまして、一通り回したのはかなり近年どういった問題が出てたかっていうのを確認する上でもすごく参考になりましたし、あとどちらかというと私は商業登記法の記述の方が得意っていうか安定して点が取れていたので、まあ、記述って多分どちらかがしっかりできれば合格に持っていけるような基準設定になっているので、まあせめてまずどちらかは得意にしておくと気持ちとしてかなり余裕を持って受けることができるんじゃないかなというふうに思います。はい、ちょっともう時間もオーバーしている感じなんですが、最後に今勉強されている方たち、もしくはこれから勉強会しようかなという方たちに何かメッセージがあれば熱いコメントをお願いします。はい、そうですね、まあ、先ほどちょっと言ったんですけど、まあ、私、なかなか思うように成績伸びなくって、
で、まあ、当初の予定に比べて全然あのゴールデンウィークぐらいがちょっと予定とどんどん離れてちょっと焦りが出てくる時があったんですけど、まあ、その時にちょっと、思い出したエピソードがあって、まあ、JAL の稲森さんがよく言われているエピソードなんですけど、その、松下さんのその講演会にいた時にそのダム式経営 の、 その講演会があって、でその中小企業の社長さんが出られた方が、そのダム式経営いいな分かってるけど、そのそれをやる具体的な方法を教えてくれ、そんな余裕はないんだっていうのを言われてて、でそれってその僕が今の状態、そのマイナーが やった方がいいな分かってる、でも時間がないんでそれを佐々木先生に質問しちゃったんですよね。でああって、で自分の中ですごいへこんで、でそのへこんで帰ったんですけど、そのエピソードを思い出して、でそのなんだろう、あでその松下さんの回答がその思わないといけない、そのまずは思うことが大事、でその稲森さんもそれですごい衝撃を受けて、そのまず思うことから始めた、なんでちょっとまあ精神論になっちゃうって言われたらそれまでなんですけど、やっぱり思うこと、強く思うこと、何が何でも合格するぞ、はい、でも最後すっごい頑張ってましたよね。そうですね、すっごいもうメキメキで、あの結構もう充実してる感じがみなぎってた。そうです、なんで あのきっかけで、うん、もう頭のスイッチが変わって、もう、うん、もうやるしかないんだ、うんうん、そのもう何が何でもやる、だからどうやったらやれるかっていうとこしか考えないように、できないで終わるんじゃなくて、はい、あのいやできないのは通過点で、はい、うん、ここから先、じゃあ今次じゃあできるようにするためにはどうすればいいのかっていう、そういう工夫をどんどんするようになったんで、それは良かったかなっていうのはちょっと思ってます、ね、はい、はい、私は、個人的な話になるんですけど、ちょっとその途中で会社を辞めてしまったのもあって、なんか焦りは結構あの辞めた以上結果出さないといろいろあったので、まあ、ちょっと、まあ、受からなかったらちょっとどうしようっていうのが結構あったので、まあ、それが結構なんかモチベーションというか、なんかまあやる気の原動力にはなったのかなと思います。まあ、人によってはなんかそういうプレッシャーはちょっと私には逆にちょっとなんか潰れちゃうから無理って人もいるかもしれないんですけど、私の場合はそれが逆にちょっと良かったのかなっていうのもあって、まあ、であと私は本当佐々木先生にも本当結構お世話になったんですよね。まあ学習相談もそうですし、私が一番印象的なのが直前期の本試験出陣式っていうのを2週間前ぐらいですかね、最後にやるんですけど、あそこに佐々木先生もいらっしゃってて、なんかあの日もうちょっとなんか私にしては珍しくなんか結構喋りたい気分だったのか分かんなくて、結構佐々木先生終わった後かなり捕まえちゃって、もう、あのそう水道橋 の、 あのレック閉まった後も閉まって、もうなんか11時過ぎぐらいまでもうレックの人でずっと2人でなんかもうちょっとあれアージの声で社員みんな帰った後に喋り込んじゃって、まあ、でもそれ、まあ、それをちょっと付き合ってくださって感謝してるんですけど、まあ、そういうのも含めて本当基本的に皆さん、まあ、今ここに来てる方はまだ申し込んでないこれからっていう方もいるのかもしれないんですけど、まあ、レックでもしも受講を決めて申し込んで、または今すでにもう佐々木先生のクラスでっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、なんかとりあえず、まあ、そのプライベートなことを学習面のことを含めて、まあ、悩んだら、まあ、自分でちょっといろいろあれこれ考えるよりはとりあえず先生に相談してもらったらいいのかなと思います。まあ、それでまあどうにかならない問題もあるかもしれないんですけど、まあ、とりあえず相談したんだっていうのでちょっと肩の荷が下りることもあると思いますし、まあ、そういったところでなるべくその自分だけでなんかプレッシャーとかも全部背負い込まないようにしてやっていければ、あとは先生がまあもう何でも指示してくださいますので、まあそれに従ってサボらずやっておけば大丈夫じゃないかなというふうに思います。はい、およそお二方が素晴らしいことをおっしゃってたので、もうちょっと簡単になんですけども、まあやっぱり皆さんも勉強もすでにされてたり、まあ、これからの方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、もうどの段階でもいいんで振り返ってみると、
なんでこれだけやってて受かんなかったら本当にもったいないとか辛いとか多分すごい思うことがたくさんあって、私ももう直前とかこれで受かんなかったら本当に無理とかってもう頭抱えてる人がもたくさんあったんですけど、でもそこで多分、まあ、それでもこの成績だからきついなとかって少しでも後ろ向きになると多分本当に悪い方向にしか行かないというか、自分を信じてあげられるのは自分だけじゃないですけど、例えば、まあ、信じてた人がやっぱりそんなの無理だよって心の中で思ってるかもしれないですけど、でも自分自身が自分のことを絶対受かるって信じてあげることは絶対に可能なので、それはずっと思っててほしくて、自分自身 もう心折れそうになってもとりあえず鏡の前で私受かるっていうふうに気持ち悪いくらい毎日唱えて本当にやってたので、ただ実際それでうまくいってだなって思うことが、まあ、例えば大学受験の時とかもありましたし、まあ、それはちょっと聞いて気持ち悪いと思われる方もいると思うんですけど、実際結構そういった催眠効果じゃないですけど、それって結構効果が本当にあると思うので、もう最後まで諦めないで絶対自分受かるぞっていうふうに思い込んでやるっていうのは本当にあながち間違いではないと本気で思うので、辛いことたくさんあると思うんですけど、最後までやり抜いていただけたらなというふうに思います。はい、ではそれではすごい長い時間今日たくさん持ってきていただいてありがとうございました。ぜひですね、皆さんこれからもうね来年に向けて、もしくは再来年に向けて勉強するぞというところで、やっぱりね、自分がこんだけやった、自分がこんだけサボった、一番自分が分かってると思うんですよ。なので誇らしい自分で、いられるように、ぜひですね日々コツコツ頑張っていただきたいかなと思います。次にここに座って、来年ここに座って、受かったぞ一発だぞどうやみたいな体験談をお話していただくのは次皆さんというところになりますので、ぜひですね、次につながって、頑張っていただきたいなと思います。で、じゃあ口実も大丈夫、目見せなかったね、ちゃんと行きましたね。では一発合格おめでとうございました。ありがとうございました。